2015年12月24日、中国メディア華西在線によると、窃盗容疑で指名手配されていた男が、このほど自首した。その理由に、中国のネットユーザーが反応を示している。この男は、幼い頃から体が弱く、学生時代には肺炎を患ったことがあった。体調管理に気をつける日々を送り、高校卒業後は工場に就職。その後、待遇の悪さに不満を抱くようになり、今年11月に仲間と共に地元の民家に侵入、現金約2000元、約3万7000円のほか、ノート型パソコン1台、携帯電話2台を持ち去ったとされている。男の仲間はすぐに逮捕され、本人は北京に逃亡。知人の元に身を寄せていたが、大気汚染が深刻な北京での暮らしに体が馴染まず、1週間ほどで咳や痰などの症状が出始めた。大病院で診察を受ければ身元がバレるかもしれないと恐れた男は、個人の診療所に治療を求めたが、医師は肺炎の再発、至急の入院治療が必要だという。男は北京のスモッグを恨みつつ故郷に帰り、地元の派出所に自首したという。北京では大気汚染に不満を募らせる市民も多いが、今回の報道についてネットユーザーの間からは、ブラックジョークみたい、スモッグがこんな貢献をした、肺の調子を整えてから来たらよかったのに、などのコメントが寄せられている。